妻小学生になるっていうドラマあるじゃないですか。僕好きで、ここ最近あの北京オリンピックがあったんで見たり見なかったりしてるんですけど、まあ基本的には好きで見てるんですよ。もうそろそろ最終回ですよね、あれね。いいドラマだなぁなんて思って見てるんですけど、特にあの子役がね、妻役っていうのかな、元々のね奥さんが生まれ変わった役の小学生のこの演技がめちゃくちゃうまいんで、まあそこだけでもう見せられる感じのねドラマですけど、まさにそのねリアル妻小学生になるみたいのがあったんですよね。どこで、三重県か。41歳看護師、14歳少女にみだらな恋も逮捕容疑否認、結婚を約束した真剣交際だってやつですよ。18歳未満の少女と知りながらみだらな恋をして、兵庫県警に青少年愛護条例違反の疑いで三重県の看護師の男41歳が逮捕する。名前は出てないですけどね。逮捕容疑は昨年の11月24日、兵庫県の明石市内のラブホテルで、女子中学生ですよ。だから小学生では一応中学生ですね。14歳です。と、みだらな行為をした疑い、男は結婚を約束した真剣な交際だったと容疑を否認しているという。結構無理がありますけどね。まあまあ本人たちはそう思ってたんでしょうね。同署によると、男と女子中学生は会員制交流サイト、だから SNS ですね。何の SNS? ツイッターなのかな?昨年10月頃に知り合った。女子中学生は家族にも結婚考えた真剣な交際してると話している。これが一つあるのは、この女子中学生の方も付き合ってるって認識してたんですね。結婚を前提に、このおじさんと真剣交際をしてたと。結婚するつもりだったってことですよね。で、両親が12月中旬同署に相談して、まだ親はね、ありえないなと思いますよね。ちょっとまだ中学生ですよ。中学校2年生ぐらいですかね。3年生か2年生ぐらいですよね。署員と話すうちに女子中学生も違法性を認識し男の逮捕に行ったと。だから、なんだろうこれは。これちょっとだからね、男もかわいそうっちゃかわいそうな感じがある。ちょっとみんなの意見見てみます。これ。ロリコンホイホイ。純愛じゃん、人権問題だよ、これ。なんかいろいろひどいな。彼氏を紹介したら逮捕とか。まあそうね。親にね、彼氏がいるんだって言って、41歳だって言って逮捕ってことですよね。真剣交際。子供は洗脳されやすいからな。つけ込む自陣に狙われたらほんまおしまいと。真剣なら成人まで待つのでは。あ、まあだからそうね。それもありますよね。手出しちゃダメですよね。結婚前提だったらね。羨ましか。あ、なるほど。羨ましいと思う人もいます。俺がこの男だったらこういうね、君はまだ子供や、結婚前提に付き合っているが別れる可能性があるもんや、ということは他の男と結婚する可能性もあるわけや、その時後ろめたい思いをしないで結婚することができるように守ってやるのが大人の義務やん、義務なんや、だからパンツを履きなさいってのはなんだそりゃ。まるで14歳で交際した三船美香と高橋ジョージみたい。あ、そうなんだ。三船美香と高橋ジョージは、その年齢で付き合ったってことね。でも、ここは犯罪にはなんなかったのは、親も公認してたってことですよね。多分ね。そういうことですよね。あと、まあ、二人とも創価学会同士だったってことなんじゃないですか。洗脳しやすい子供を狙っておいて、結婚もクソもないわな。セックスしたかっただけのハイエナジジイ。16歳まで待てばよかったのか。いや、それ関係ないですよ。13歳以下なんで。あ、まあ、そうか。結婚はでもあれか。結婚は16歳からいけるのか、女子は。だから、あと2年待てば結婚はできたけど、親が許さないでしょ。署員と話すうちに違法性感じたってことは誘導したんじゃ。まあそうでしょうね。誘導したっていうか、お前が間違ってるよってことをその子供にずっと言い聞かせたんでしょうね。これさ、少なくとも男の方は本気でそう考えてる可能性高いよな。男が本気の純愛でもダメなんだろうか。公務員はセーフだったみたいだって、セーフだったみたいだけどってなってるんですけど、これは厳密に言うと純愛だったらいいんですよ。別に年齢関係ないんだけど、13歳以上だったらいいんですよね。13歳以下はダメだけど、これ14歳だからかろうじていいんですけど、これね、一つね、ポイントとして大きいのは親なんですよね。親が、これはダメだって言って、やっぱ未成年なんで、親がね、いやいやって、これは違うと。
これ犯罪だって言って警察に届け出を出せば犯罪になっちゃうんですよ。で、親が認めてれば犯罪にならないんですよ。政府なんですよ。だからそこだけの違いなんですよね。正気かって思うが、田舎の14歳の生きてきた半径10メートルぐらいの人生だと本気なんだよなと。ああ、まあ昔はでもそうですよね。昔はね、それぐらいでも結婚してましたよね。最近はないですけどね。ああ、できちゃった子の計画だったんですよね。わかってます。なるほどね。たとえ友人としての付き合いでも相手が未成年の場合は保護者の許可を取れよ。常識だぞ。まあそうなんですけどね、保護者の許可を取れよって言っても、まあ許すはずがないですよね、普通考えたらね。SNS でやってんでしょ？希望を持てたから許してやる。まあ確かにね。男としては希望を持てたんじゃないですか。本当にそうなら子供の親の許可を得ないと、どうせ後ろめたいから親には黙ってたんだろう。親公認なら逮捕されるわけないしな。まあまさにそういうことなんですね。後ろめたいに決まってますよ、そりゃ。未成年は親が所有者みたいなもんだから、ジジイはただの誘拐犯と変わらん。まあまあそういうことになりますね。真剣なら16で結婚するまでセックスしなければよかっただけ。結婚を約束したは関係ないわな。まあそうね、まあ、実際そうです。2人への口約束でそうだっていうのはあんま関係ないですね。親御さんが出てきたらね、あんま関係ないと思います。ただまあ大した罪にはならないと思います。これは別にね、子供が無理やりやられたとかお金払ってやったとか、そういうんだったらまた、もう、また別なね、罪になるんですよね。一応は合意ですから、合意で、ただ親がね、ダメだって言ってるだけの話なので、大した罪にはならないですね。ただ、結構恥ずかしい、近所からしたら恥ずかしいね、事件にはなったと思いますけどね。まあ、そんなか、もう、だからこれを読んでね、あれですよ、妻、小学生になるっていうのも、同じじゃんと思って、変にね、妻小学生になるを見てね、あ、なんかおじさんと子供でも純愛だからいいんじゃねえのって思っちゃったのかな、これはと思ったりとかね、そういうのを誘発してるんだったら、あのドラマはちょっと罪なドラマかななんてちょっと思ったりしたという、そんな話でした。では。